明治安田生命 J2 リーグ第17節です。注目の下位同士の対戦、18位の金沢対20位の京都の一戦です。過去の戦績見てみますと、6度対戦しまして通算1勝4分け1敗、得点失点とも6ずつということで全くのイーブンです。さあ、スターティングメンバー、ここでご紹介しましょう。まず前言金沢、前節とは変更2人です。センターバック、開幕からずっとスタメン、しかもフル出場だった庄司が前節イエローカード2枚で今日出場停止ということで、代わりに拾いが入りました。一方の京都サンガ FC のスターティングメンバー、ご覧の通りとなっています。フォーメーションもご紹介しましょう。しかし西川さん、はい、京都はちょっとフォーメーションって本当に読めない。そうですね、今日、ここでは 4-3-3 というふうに予想しましたけどね、これ本当に始まってみないとわからない部分もありますし、もしかしたらゲーム始まってからも変更ありますからね、京都の場合ね。ここは岩崎が寄せていきます。これスピードありますかね。さあ、長いボール、はい、キーパーもちょっと出てこられない。さあ、カットはスピードがある、エリアの中に入ってくる、シュート、サイドネット、加藤の仕掛けからのシュートでした。今シーズン初ゴールかというシーンでした。さあ、フリックした、ここにレンゾロペス、このパスをカットする金沢、拾い、あっと、キーパー、シュート、決まった、先制点は先頭、今シーズン初ゴールです。相手のミスを見逃さなかったですね、セット選手ね。そうでしたね、はい、拾いにミスが出ました。リプレイです。そして柿田へのパス、ついていくのは染谷、染谷を振り切って柿田が持って上がります。さあ、縦に仕掛ける、1点下げてマイナスボール、シュート、オンターゲットでしたが、利き足、いや失礼、藤村のシュートでした。前節も惜しいシーンあったんですが、藤村、少し距離があったんで、藤村選手最後こうインパクトを強くするかコースを狙うかっていうので、ちょっと中途半端になっちゃったんですよね、シュートね。ここの柿田選手の勝負は素晴らしかったですよ。2人がかりコースを消しに行きます。一旦下げる、ボーリー、そうですね、いいコースですね、一らしい。さあ、沼田シュートか、今は狙ってきたか、狙いましたね、おそらくね。そうですね、アウトにかけて、はい、角度のないところからのレフティー沼田のシュートでした。さあ、右サイド、ボーリー中に入ってくる、左足で上げてきた、エディング、クロスバー、まだあるか、クロイクリア、佐藤のシュートはクロスバー、清水が狙った、決まった、石水のフリーキックが決まりました。2点目、京都サンガ FC、金沢を突き放します。今変更を見せたんですよ ね、うん、それほど威力があるキックではなかったですけど、素晴らしいコースでしたね、いやこれは素晴らしいキックでした。ここもシンプルには上げてきません、本田です。時間を作ります。ここは細かく大野からミドルがあるか、うん、そうするとこういうとこが空いてくるんですね。あ、そうですね、石水のシュート、右手一本完全に枠を捉えていました。白井の好セーブ、3点目はなりませんでした。ただ今日初めてのコーナーキックですね。あ、そうですね、はい、いやこれが意外ですね、今日初めてのコーナーキック。さあ、キッカーは先頭、ヘディング、ガッとポストに当たって、白井に当たって吸い込まれた、3点目を思わぬ形、決定的な3点目、京都サンガ FC。 いや
や今日1本目のコーナーキックが得点にしっかりつながりましたね、京都ね。いやこれは京都産 FC サポーター嬉しいでしょうね、その目の前でのゴールシーン。さあコーナーキックファーサイド、ヘディングで落としたところ、シュート打った、一矢報いた金沢。まだある、まだありますが、佐藤のゴールが決まった。その差2点、まあ、本当に一矢報いたって感じですね。そうですね、はい、これだけのコーナーキックありましたんで、まあ、まだ試合は、ね、終わっていないんですが、どうしても、ね、そういった表現になってしまいますけれども、佐藤今シーズン3点目になります。5試合ぶり新潟戦以来のゴールになります。まあ、昨シーズンは、ね、16点、チームトップの16点を挙げた選手なんですが、ようやくここで3点目。ここで笛が鳴りました、中村主審の笛。結果は3対1、京都産 FC が勝利しました。